やはりこれ経験の差ですかね。そうですね。さあハートの強さは天下一品全日本女子プロレス堀田由美子、すでに第2ラウンド1分を経過しております。これまでに L1 グランプリ出場経験、バーリトゥード戦績は3戦2勝1敗という堀田、対するマーゴット・ネーホフとはキックボクシングヨーロッパチャンピオン、なんと戦績20戦全勝というこの強豪なわけですが、さあここは堀田がいい体勢に持っていけるか。はい、スマートポジションを取りました。はい、スマートポジションを普通では帰らないような返し方で返しましたね。今まずネホフトがマウント取って一気に攻めていこうかというところだったんですが、はい、ホット選手はもう気持ちで負けてませんから、うん、起き上がりましたね。そのあたりは一気に女子バーリトゥーダーのエースを狙っているというホッタ、はい、このホッタらしい動き、あのあたりが実に前女魂といいますか。あ、なるほど、すごいところですね。その前女魂にテクニックを植え付けたのが中井由紀さん本人というふうに聞いてますけれども、はい、直前に練習を重ねました。はい、もちろんセコンドには中井さんの姿、はい、対するこのマーゴット・ネーホフトの方にはなんとジェラルド・ゴルドーがいるということで、代理戦争のようなね様相を呈してましたよね。はい、去年試合しましたからね。そういう気持ちはあったんですか。リング上で向かい合うとやっぱりそういう感じになりましたね。あ、そうですか。はい、さあガードポジションを取っているネーホフトに対して腕を取って得意の V1 アームロック、はい、ここはパスガードを先にした方がいいんですが、はい、このままでももしかしたら堀田選手は気持ちで決めてしまうんじゃないかというような強さがありますね。それぐらいの勢いがあります堀田由美子、はい、ガードポジションもろともせずに V1 アームロック、さあ締め上げていきます。マーゴットもガードポジションは取ってますけれども、はい、ここからの技があるわけではないので、なるほど、安心は安心ですね。かかとのあたりを堀田の腎臓のあたりに打ち付けていきますが、はい、ここから抜けてどうこうというような形にはどうやら移行しそうにありません、はい、そこを狙っていく堀田、あ、やはりアームロック諦めまして、はい、肘を相手のもものあたりに押し付けていきます、はい、これは抜こうというところですか。そうです、これで肘で相手の股を割ってしまうわけですね。ガードを外そうというところ、はい、堀田由美子、さあ相手の足が徐々に堀田の体から離れていこうかというところであります、はい、もう少しですね。さあもう少し、あ、しかし抵抗します。はい、ネーホフトもサイドからパンチ、パンチは少し気をつけた方がいいですね。堀田の右の頬のあたり、そしてテンプルのあたり、はい、ました、抜いた、抜いていった、パスガードです。ここで見事なパスガード、そして横四方、はい、あ、そして腕を決めていく、出るか、V アームロック、さあ入っていった、得意技ですね、これは完璧、得意技、ギブアップか、ネホフトどうか、ギブアップか、イエス、イエス、ギブアップ、堀田由美子勝利。我慢に我慢を重ねての一本勝ちですね。そして今コーナーロープに登りましてガッツポーズ。